はいでですす、えー、冷蔵庫を買ったので紹介しますとはいえまあ私が私の紹介動画ですからな,なんていうかねこう昨日の紹介を細かくするわけではなくてなんで私がこれを買ったかっていうのが中心に話の中心になるまあまあ早い話が相変わらずの雑談動画でございます。でもうね3日ぐらい使ってんのかな。でこれ本来はあのお車載冷蔵庫。 車に積むといいですよっていうことで売ってる冷蔵庫なんですけどまあ私がこれ買った目的はあの一人暮らしし用の冷蔵庫ととて使おうかなと思ってでまあ私来月からねあの八丈島に引っ越しますんでまあそれで、えー、まあ単純にね普通に一人暮らし用の冷蔵庫を買ってもよかったんですけどまあこういう冷蔵庫を買っておけばあ、ね、島の中でキャンプに行く時にも使えるなって、まあ、八丈島だってねあの八丈島に <laughs>。 私は八丈島に家借りて住むんですけどキャンプに行かないわけじゃないですから八丈島内にもキャンプ場いくつかあるんで、まあ、キャンプに行こうかなってそういう時にはこういう、ね、あの冷蔵庫便利ですからね、まあ、バッテリーも追加のバッテリーも買ったりして。 でえー、まあまあこういったねこの間紹介したあこういったポータブル電源にね今つながってますけどつないで使うのもいいと思いますこれねあのシールベタベタデコってるのは盗難防止ですうちの子供がねいつもベタベタシール貼ってくれるんですけど、まあ他のものにもまあ貼ってあったりしますでこの手のね車載冷蔵庫を買うのはこれで3回目ですで1回目はねペルチエタイプを買って、まあ、ひどい目にあなって <laughs> 多くまたね悪口を言ってるわけじゃないですよ経験上言ってるだけですから 多くの人が口悪くくてすいませんね多くの人が体験したであろう、まあ、ひどい目にあったというか <laughs> えー、で次に、えー、エンゲルのね、えー、040んだっけえー、ええー、MR040F というね、えー、冷蔵庫を買いましてこれがね9年ぐらい、えー、使ってるのもうすぐ9年なんだけまあこれが素晴らしくてね、あのー、奥さんがねほぼ毎日使ってますあの買い物に行ってね こうやったものを入れて冷蔵モードにしたり、まあ、冷凍モードにしたりなんですけどほぼ毎日使ってて、まあ、うちの奥さんもうねあの冷,凍冷蔵庫のない車はもう絶対嫌だっていうくらい、まあ、前モビリオンに乗ってた時に使ってて今はまあフリードプラスなんですけど、まあ、そのまま使ってますあのもちろんねサブバッテリーを積んで運用ということになるんですけど、まあ、用途的にはこれはそういう用途に近いんですね、まあ、ただあやっぱ時代ですよねここにエアが2つある冷,冷凍 切り替えられるんですけど、どっちを両方、両方冷凍にしてもいい、両方冷蔵にしてもいい、こっち冷蔵、こっち冷凍でもいい、えー、その逆でもいいっていうね、まあ、細かく設定できるね、便利な冷蔵庫です。で、その、重さがね、これね、えー、18キロもないんですよね。で、エンゲルの冷蔵庫はね、えー、まあ、あれは38リッタータイプで、これ35リッタータイプなんですけど、 あっちの方がで、ね、でかくて重いです、ね、まあ最もエンゲルな金属でね、えー、周りができてて、まあ、これはあ強化プラスチックなんでもう材質的な違いもありますけどあっちはねスペック上で2 2キロなんですけど重さに偏りがあるんですねやっぱコンプレッサー側がずっしり重いんで2 2キロ以上の重さを感じてしまうようなあそういう作りです、ね。でこれはこういったね取って取って伸びるんですけどとかタイヤとかが付いてるんでまあ ガラガラと持ち運べる、持ち運ぶのにも便利ですし、そもそも軽いと。ただしあの、能力的にはやっぱり若干こっちの方が弱いかなという気はします。あの、なんていうかな、あのそこ、温度が下がる勢いがね、まあ、ドカンと向こうの方が先に下がります。とはいえ、夏場だとね、エンゲルの冷蔵庫でも、まあ、電源入れてから1時間ぐらい経たないと、温度があ、適切な温度にはならないというもの。

アプリでコントロールできるんですよ。でこれアアププリリののの説明書がありまます実際のアプリの画面を見せましょうかこれ残念ながらねあの惜しいところなんですけど日本語対応のはずなんですが私のスマホだとメニューを日本語に切り替えるとアプリが落ちるんでまあこのまま英語で使ってます。まと、あ、り扱説明書の方に使い方が書いてあるんでまあ英語のメニューのままで何の問題もないです。 で、こう今、現在の温度とか、あ設定温度とか、まあ、これで変えられます、ね。電源のオンオフもできますし、まあ、Bluetooth で、えー、つながると。でですね、えー、ロック。<laughs> ロックね、できるんですよ、これ。ロックした方がいいです。しといた方があの残念ながらね、こう、本体の操作パネルが、もの、 あの本体の操作パネルが私にとってはすごくわかりにくくてすみませんこれ個人の感想ですからね何かまでわかりにくくてなんかよくわかんなくてこうもうアプリはすごくわかりやすいですでただしかもねボタンちょっと触っただけで反応してしまうんでこうもう常にアプリの方でロックをかけてしまっておいた方がいいですでえ設定温度が先ほど別々でできると言いましたけどあの最低でマイナス20度まで設定できます。 でまあ、もう私何日か使ってるんであれですけどあの通常冷蔵庫冷凍冷蔵庫というのは冷蔵室が5度冷蔵室が五度,冷,が度冷凍室がマイナス18度っていうのが基本というかまあそ,それくらいの性能を持,ちな持たせなさいよという,う国の指導がありましてで、まあ、その設定で、えー、この3日ぐらい使ってましたで日常使い全然問題ない,ないです でただしですねあのやっぱこれくらいのちっちゃい冷蔵庫なんで例えば冷凍庫の方をマイナス18度設定にしておくとどうしても冷蔵室の方もその温度に引っ張られて、まあ、冷気が来るんでしょうねあの温度が下がる傾向にあって、まあ、特には0度ぐらいまで行っててもしかしたら場合によっては冷蔵の方も凍ってしまうかもしれないというのはありましたですからまあ実際に私が八丈島へ行って使う時はまあ冷凍をマイナス10ぐらいで使おうかなと。 そんな気はしてます、えー、どうしましょうかね消費電力の話をしておきますと今これゼロになってません、ねまあ、完全にこれ止まっている状態ですねあ,あのちゃんとあの稼働中ですけどーで AC アダプターの方は8 5トの AC アダプターですで、えー、もちろん pse マークついてますでこれあのおーこれは ac アダプター方式ですですからエンゲルの冷蔵庫040なんかはあのー AC アダプター本体に内蔵してるんで電源ケーブルを挿すだけなんですよでそういうタイプのいいところはあの DC と AC とコンセントが別になってるんですねこれは AC と DC と同じなんですよこれ DC 使う時はこういったこういったケーブルをこの AC アダプターの口に差し替えるという方法を取るんですねだからこ差しっぱなしにはできないんでエンゲの冷蔵庫はあの AC も DC もねあの差しっぱなしにできるんですよで AC の方が優先されて 使われるというシステムになっててまあ、差し替える手間がないというねコンセントのところで差し替えるのは楽なんだけどここで差し替えるよねもし車載した時にはちょっと面倒くさいかなっていうそれは個人の感想ですけどそういうことがあるやもしれませんあらかじめねバッテリーで氷ができるかっていうのを,をテストしてみましたでうちにあったね製氷皿がちょっと大きな氷用のだったんで、えー、氷切りませんでしたけど 夜の11時ぐらいにセットして、えー、朝4時過ぎはまだ動いてました冷蔵庫で8時ぐらいには冷蔵庫止まってましたけど氷は一応できてました完全に芯まで凍ったものもあれば凍ってないものもあったんですけど、あのーまあ、普通にあのもっとちっちゃいサイズの氷だったらあ、まあ、一晩で普通に凍ったんじゃないかと思いますでバッ,テ、まあ、バッテリーでも凍らせる能力はあるとおいう感じですねでまあバッテリー 実際具体的にこれがそうなんですけど重さがあーほぼ1キロですでバッテリーはこの冷蔵庫にはめたガシャンってはめた状態ではめた状態でもしこの冷蔵庫の電源がオフの状態ではめた状態っていうのでまあ充電しなさいって書いてあるんですねこれにねその状態で6時間で充電できるというふうに取り扱い説明書には書いてあったんですけどもう6時間じゃ無理でした <laughs> もっとかかりましたまあとりあえずまあその方法で充電はできますで このじゃあでもこの冷蔵庫を稼働状態でこれ挿しておいてもこれちゃんと充電されていきますじわじわと、まあ、その場合はすごく時間はかかりますおそらくこの冷蔵庫に供給する電力が少ない時に、まあ、こっちのバッテリーに電力を供給するという,うシステムになってるんでしょう、まあ、これ充電されますで、えー、これをつけるところはあここですでここね、えー、こんな感じで外して、えー、ここに。 まあ内蔵できてね今便利だと思いますよこれここんな感じですで、えー、押しですしれがね今1 0 0ボルト救急されてるんですけどこれガソリンと抜けると勝手に自動的にこっちに切り替わりますあのこっちのね、えー、バッテリーに切り替わりますで、えー、再び1 0 0ボルトの供給が始まるとお戻るとでちょっと惜しいなと思ったのはあのー、こういったバッテリーって 100の充電が100%の状態で放置するともう傷みやすいっていうのはあるんで80%ぐらいの充電でここにセットしておいてこのバッテリーを振っておいて、えー、ね通常はこの 100V 供給になってて停電になると80%充電の状態のバッテリーから自動的に切り替わるっていうとものすごいこう素敵な <laughs> 感じしますよね。でできませんでしたここに刺しちゃうとねあの充電どうしてもかかっちゃって100%までいきますね。 でこのバッテリーの電源オフにする直しするとオフになったりするんですけどオフにしておいてもねやがて勝手に起動して勝手に充電動作が入って、まあ、100%までいきますね、まあ、ですからまあ私はまあ常時通常はこれを外した状態で、えーね、これ80%まで充電したら外した状態にしておいて何、まあ、かあったらあこれにをさ、うん、すとか、まあ、でキャンプに行く時はキャンプに行く前日にこれをフル充電にして。 でしかもこっちの冷蔵庫の方はキンキンに冷やした状態でバッテリーをセットしてキャンプに行こうかなとか、まあ、そういう運用をするつもりでおります。であと音音なんですけどあの040よりもは,もうはるかに静かです驚きましたそれについては。あの、まあ、ちょっと音をね音静かですって言っても数字でまあ一応、まあ、数字で表してもちょっと意味ないかもしれないです一応あの こんなマルチメーターで音を測ってやっててやみました、まあ、通常の部屋の騒音がこんなもんで稼働するとこんなもんです。で温度を上げた状態でスタートさせてですねでフル稼働の状態に持ってって音がどのくらいかっていうのがやってますまあ完全にね冷えきっちゃうと停止もしてしまうんで一応で消費電力の方は。 4 0トぐらい出てますけど場合によってはね一瞬60とかそれ以上になることもちらっとありますねで少ない時は2 0トぐらいの時もあれば、まあ、完全に止まればゼロっていうこともありますで AC アダプターの方は8 7トの AC アダプターがついておりますまあせっかくなんでじゃあ中の様子ちらっと見せますもうね中ちょっと出しちゃって、まあ、大,さ大,大きさを見てもらうために今ちょっと こっちはこっちを冷蔵にすることもできるんですけどこっちは今また冷凍にしてまあこんな例えばアイスクリームをね入れるとこんなサイズ感こんなサイズ感になりますねでえこっちの今私が冷蔵で使っている方に2リッターのペットボトルを入れるとまあ十分まだちょっと高さがありまして普通に締めることができますで例えばああ 六パック3 5 0トルの入れるとこんなんです、まあ、こ,れこれもう2段いけます縦に350だったら2段積むぐらいはありますあっとかなあとちょっと気になってるのはなんかね白い白い粉みたいなつくんですよで拭いてもねしばらくするとまあ、何時間かするとまたついてるんですよ これ何なんでしょうねこれ何かがこの中を循環し,しててつくんですかねうん、ちょっとわかりません。この現象わ <laughs> かる人いたらあぜひお知らせいただけるとお私は喜びますはいそんなところですかね以上、えー、明らけいが日常使いをするために、えー、に二部屋方式の冷蔵庫を買ったぞという話題でしたあ以上です